皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました川淵でございます。今年の秋から B リーグがスタートします。そこに至る過程をちょっとお話をさせていただきたいというふうに思います。去年2年前の4月ですけれども、日本代表の元監督の小浜さんという人が、御年82歳だったと思いますけれども、突然僕のところに訪ねてきました。全く面識のない人でした。名前は知ってましたけれども、でその人が日本のバスケットボール界国際試合に一切出れなくなる、なんとか助けてほしいということで、純粋な気持ちで OB の方が来られたんだと、それなら僕としてはできるだけのことをしなきゃならないなと、その時は思ったんですけどね。後で考えると、その小浜さんが会長こうしろ、強化俺に任せろだという87歳にもかかわらずそういうことを言うっていうのは、バスケットボール界全体がですね、人の足を引っ張るというか、一つの目標に向かってみんなを力を合わせてやっていくという、そういう体質の競技団体ではないということが後で分かったんですが、その時は本当に、こんな人の純粋な思いを僕はなんとか助けなきゃならないという使命感に燃えて、表にはなるべく出なくてっていうのは、僕が表に出ると、いい気になって J リーグを成功させたと思って、いい年して目立ちたがり屋とかいろんなことを言われるのは目に見えてますから、なるべく水面下に潜って、日本のそういうリーグの統一というものをなんとかスムースに下支えできればいいなということでスタートしたのが2年前の4月です。で、日本にはですね、ややこしいんでこれ書きますが、 JBA っていうのは日本バスケットボール協会、これは上部団体なんですよね。でここがプロ化をしようとしていろいろやったんだけども、企業がなかなかプロ化に反対賛成じゃないんで、なかなか進まなかった。ただ一部のチームがそれを頭にして、企業がバスケットボールをやめる云々があって、自分たちだけでプロのリーグを作ろうということで、 JB リーグ株式会社というのを作って、これをプロと言ってこっから独立したんですよね。でこれ JBA っていうのは片一方で NBL だったかな、そのなんか似たような名前なので僕もよく覚えてないんだけど日本バスケットボールリーグと日本のトップリーグがここに2つできたわけですよ。だからこの JBA としてはこんなの作ったけしからんっていうんで、これを除名するんですよね。これは2005年なんです。で6つのチームからスタートしたんですけども、どんどん去年までで22チームまで増えて、今24チームになってるんですけどね。でこれはどういう特徴があるかっていうと、お金がない貧乏な、だからサラリーキャップ6800万円って決めてるわけですよね。サラリーキャップ6800万円ってのは全体にお金が入らないから、なるべく選手の給料を安くしようということなんですよ。だからだいたい選手の登録人数12名だから、これを割り算するとだいたい500万ぐらい。しかし外人を3人から4人雇ってるから、外人に1000万2000万払うと、日本人選手100万200万ものによって、選手によってはほとんど給料もらってないという選手もいる、むちゃくちゃなプロリーグですね、これは。で初めは6の頃は良かったんだけど、要するに経営しているうちに運営費がどんどん足りなくなって、この BJ リーグは15億円の資本金で運営してるんですね。200人ぐらいの資本家に投資をしてもらって、でこれがどんどんそう運営費に使われて債務超過になりかかった。だからチームをどんどん増やして、でチーム1チーム入会金2500万ということは2チームずつ入れてですね、年間5000万円の運営費をその入会金に当てて、どんどんチーム数を増やしてやという、こういう自転車操業そのものですね。言ってみれば経営の失敗ですよ、これは。でしかしもう勝って気ままに、この JBA とは違うルールとかやり方も勝手に気ままにやってる。しかしこれじゃまずいと、でこの上にフィーバーという国際バスケットボール連盟があるんですよね。フィーバーですね。フィーファーってのはもう今大変な金まみれのあれでおかしくなってますが、ここはそんなにお金がないから金まみれ行く前の団体ですが、ここがですね、こんな2つも
そのトップリーグがあるっていうのは国としてのガバナンスがなってない、この NBA がまるでなってない。でお前はしっかりその2つのリーグを統合しないと、この2014年の10月までに2つのリーグを統合しないと国際試合一切やらせない、オリンピック予選すら出させないよと言ってるから、なんとか2つを1つにしてくれっていうのがその小山さんのからの依頼なんですよね。それでもう14分喋ってるわけじゃない、残り時間それあそうかそれで何かどう言っていいのかよくわからないんだけど ともかく問題点をね、もういろんな、まあ、弁護士同士でいろいろ書類のやり取りやってて、でそれを2年間分ぐらい会ってないんですよ両方。これもうお互いに NBJ リーグはお金がない、お金がないから選手もいい選手は来ない、こっちはお金がある、お金があるからいい選手が行く、こっちはサラリーキャップ1億5000万ですね。で1人1000万以上もらえるわけでしょ。お金がある、いい、強い、お金がない、弱い、でしかし地域に根ざすということでは頑張って、エンターテインメント性ということでは我々一生懸命 NBA なんかの勉強をして、チアガールその他が非常に面白い、こちらは地域に根ざさない企業チームだから、そしてエンターテインメント性ダメ、この2つを一緒にするというのは土台無理だったわけよね。10年以上かかっても2つを一緒にならなかったのが、どうしてもこれを一緒にしたいということでいろいろやったら問題が明確にあって、企業が法人化するか、企業名を外すか、そしてこの NBJ リーグの15億円の資本金をどうそのカバーするか、それをうまく資本金を何ていうか回収できるか、この問題は3つだけだっていうのが分かってんで、3つについてすごく会議を3回ぐらいやったんですね。僕と NBJBA の会長とこの BJ リーグの池田会長と河内コミッショナーとで、いろいろ聞いて、ともかくこういう時は堂々巡りするんですよ。同じ意見がくだらない、もう議会でもそうですね、これ堂々巡りすんなと、問題はこの3つだけなんだから、3つ以外のことをしゃべるなって言っててもなかなかいかなかったんだけど、最終的になんとかこういう方向で行こうっていうことが決まって、で7月ぐらいから両方の中で委員会を設けて、いろいろこの4社で決まった方向で検討していくことになった。で、あ、うまくいくなと思ったんですね。そしたら10月の20日頃に会長から電話があって、川内さん、もうとてもじゃないけどまとめきれない、なんとかもう自分としては会長やってられないからやめますなんて言われてね、で今まで俺がやったことは一体何なんだってね、もう怒り浸透に走ったわけですよ。僕 の, そのエネルギーのもとは、ね、全部怒りなんですよ本当に全部怒り、怒らなかったらあまりエネルギーが湧いてこない。でそういう中でもうそのどうにもなんないっていうところで、この今度最後フィーバーが出てくるんですね。このフィーバー、国際バスケットボール連盟が、その事務総長が、まあ、僕がいろいろやってるとはどっかで聞いたのかよく分かりませんが、とりあえず会いたいということが来て、2014年の10月に、でもう制裁する、もうオリンピック予選すら出さないということでいいかっていうから、それはいいと、もうこの大体なってないと、バスケットボールは。で僕が言わなくたって制裁したんでしょうけども、で2014年の11月に国際試合一切停止、そしてオリンピック予選すら出さないというこの決断をこのフィーバーが出したんですね。というのは、そのさっきの NBL もそれから BJ リーグも選手のことは全く考えてない、全く。それが一番頭にきてるわけです。僕は自分らのことばっかり、この15億円どうすればいいのかとか、企業名をなくしたらそれは無理だとか反対があるとかって、自分の立場ばっかりで選手のこと全く考えてない。だから僕はそういう話し合いした時にもうバカな貴様ってね、何遍言いたくなったか分かんない。しかしここで僕が怒ったら身も蓋もないかなからって、本当にね、本当に我慢してました。こんな自分を見るのはかわいそうなぐらい本当に我慢した。それで挙句の果てこうでしょ。で最後フィーバーから、川淵さん、タスクフォースを作るから、なんとか
チェアマンになってくれって言われた時に、まあ、俺しかないなと思った。本当にこんなの要するに10年以上かかって2つのリーグが1つにできなかったわけでしょ。でこれがその次の期限がですね、2015年の6月までにリーグを統一しないとリオのオリンピック予選に出さないってわけですよ。でそれならこういうならこう短期間、僕が J リーグ作った時約5年かかってるんですよね。自分の慣れたフィールドで5年間バスケットは全然慣れてないフィールドで1月末に決まったから2、3、4、5、4ヶ月でこういう難題をやれるかっていう話ですよ。で僕はやれると思ったのこんなのは。どっちかだよ、長けりゃ解決できる、短けりゃ解決できないっていう話じゃなくて、問題さえはっきり把握していて、それまでの話は要は僕は決定権ないわけですよ。みんなのいろんな話を聞いて、こうにしたらどうだ、こうにしたらどうだっていう妥協点を見出す解決策しかしなかった、できなかったですよね。自分の何も決定できないんだから。このタスクフォースのチェアマンになったらもう僕が決定権あるわけだから、文句言わさずに、ほら文句あんなら全部やめとけってぐらい言えるわけですよね。で後ろ盾がその文科省の下村大臣やスポーツ庁の局長、ほら国がそういう競技団体にいろんなことを言うっていうのはみんな嫌がるんですけども、文科省は別に干渉しようということよりもなんとかオリンピック予選出すようにしてくださいということと、 JOC それから体協、なんたってフィーバーが全面的に後ろについてくれてるから、川淵が言うことなら何でも聞こうとか、僕と話し合いしながらそういういい方向に行こうということを初めからやったから、 NHK のそのなんか番組に出た時に、川淵さんオリンピック予選出れるんですかって言われて、いやもう出れるに決まってますよって断言したんですね。あのところで断言する人も珍しいって言ったけど、僕は中途半端な返事をほとんどしたことないんですよ。でそれは別に全部成功したっていうわけじゃなくて、本当にその時そう思ってるから、そう信じてやってるから。でその時にいろんな考えて1月の末にこのチェアマンになってですね、その時何をどう考えたか、でいろんなことを僕が本当に2月の何日かに全部 その BJ リーグのトップと NFL のトップを全部集めて、そこでこういう方向で試案だけどもこういう方向でいきますよということを言ったんですね。でこれは僕がその間ほとんど寝ずにとは言いません、よく寝てましたけど、もう本当に親身になってバスケットボールのことをどうしたらいいか考えたっていうのは、ルールをなんかどうだっていうわけですよ。ルール関係ないんだから、経営をどうするのか、新しいリーグを発展成功させるためにどうすればいいのかっていうことを本当に真剣に考えた。でこれはやっぱり J リーグの経験その他から、その中から必要なものを取り、やっぱりその辺を取捨選択しながらこうあるべきだっていうものを自分としてそれを見出した。だから初めにみんな全部集まってですね、理事とかなんとか述べて言えば 4、50人のそういうクラブの責任者、協会の理事の人も全部集めてたけど、初めに頭取りでテレビの人が全部、取って、ですぐじゃあ皆さん会議始まりますからって普通は出てもらいますよね。しかし僕はだってバスケットボールは記事になんないんだから、記事にならないのを出てもらってどういうことがあるんだと、俺に文句あんなら俺に文句あった方がテレビ出るからみんななんか文句言えとかって言ってね、一切外に出るなって全部この会議を聞いてくれって言って全部のマスコミの皆さんにそこにいていただいたんですよね。でその時にいきなり試案だけどもって言って、ホームアリーナを5000人収容、そして80% ホームアリーナを使えることって第一条件出したんですよ。もうこれだけでみんなね、もうおかしくなっちゃった。ほんならできるわけない、それ僕はそう言うだろうってよく分かったんですよ。なぜかっていうと、ホームアリーナ5000人なんてほとんどなかった。僕は全部体育館調べたけど、80何カ所の体育館で土足厳禁、物販禁止、その他があって、実際にそういうプロのバスケットが使える体育館っていうのは20何カ所ぐらいしかなかった。でそれを変えない限り、プロでやる会でお客さんがいっぱい入って、もうその人気が出てきたからスポンサーがつく、マスコミが報道する、それがない会に成功するわけない。で5000人アリーナをともかく作って、そこに 80% ホームでやるということが最低の条件だと。
でこういうことを言ったらですね、みんな今まで体育館を貸してくれって言いに行ったのは体育館の許可する人ですよね。それは教育委員会の人なんですよ。だからそういう人たちがバレーやバスケットやハンドボールやフットサルに各競技団体にその体育館を貸さなくちゃいかん。バレーだバスケットだけに貸すわけにいきませんね。だから一つの県の中でだいたい7カ所から8カ所の体育館を年間通じて試合してるんですよね。こんなことでホームアリーナとそういうその俺がクラブと誰が思うんだと、だからこうにしろって言ったらこんなんできるわけないって言って、なんでできるわけない、あんたら行くとこ違ってるでしょと、市長や県知事や首長のとこ行けって、そこに行ってホームアリーナにしてください、我々のクラブが地域に出すから、そういう市のこの町のプロのクラブにしてくださいと市長に言って、市長が OK と言って、じゃあ8割使わせましょうと言ったら、それで体育館の許可する人が頭からダメだと言わないでしょうというようなことを初めに言ってですね、これ初め聞いた時には一部から3部制にするとしたんですね。3部2部になったら潰れるってみんな言いましたよ。潰れるかどうかやってみろと、お前らよっぽどね自分らのこのクラブに自信がないのかって、スポンサーが全部逃げる、逃げるかどうかやってみろと、でそのファンがみんないなくなる、いなくなるかどうかやってみないのわからないじゃん。だいたい実力のないのに一部入りたい入りたいって言って40何チームで一部のリーグでできると思ってんのかって、もうその頃はね怒り心頭、もうこういう皆さん僕のこと多分テレビで見られたと思いますけども、顔が真っ赤でね、いつでももう血圧だいたい200ぐらいだったんですよ。いや本当に200、100、200なんですよ。で俺ももうそれ死ぬかななんていう、そしたらまあそれをただまあ J リーグの常務理事だった大川が来て、川口さん危ないっていう、これ俺私が助けなくちゃっていうようなことで、もう大川がまあ兄弟でバスケットをやってたっていうよりは中学校と高校でバスケットをやってて全国ベスト4に入ったっていうんだと、たまたまね。で彼がてことしていろいろ助けてもらって、そしてこういろんな動くときにですね、やっぱり僕がいくら言ったって下でちゃんとそれを精査していろんな資料を出してくれたり交渉してくれたりする人が絶対いるんだけど、これを坂井田先生という東大の理事をしている弁護士さんがもう全面的にバックアップしていただいた、それがなかったらこれは成功しなかったですよね。だからやっぱりトップダウンというか、もうこれまさにトップダウンで、初めだいたい僕の試案だけどと言って2月の初めに言ったことはもう全部試案じゃなくて、もう最後のところはこれをカバーしない限りはもうあの B リーグには入れないよっていうところまで行きましたから、それだけ考えたんですね。だから僕が何十人のバスケットの専門家の中に一人だけその孤立無援でと皆さん思っていて、もしもいろんなこと言われたら川淵さんも大変だな、大丈夫かなと皆さん思って心配してくれてるらしいんだけど、僕は全く心配しなかった。バスケットボールのルールを決めてんじゃないんだから、要はバスケットボールを発展させるためにどうやいいのか、今ではまるでビジョンっていうのはないわけじゃないですか。ビジョンを語らずにどうするのって、1500人1500件でだいたい平均して1500円1500人ですよ、225万ですよね、一試合やって、それをホームでやると約26試合、こんなことでお金儲け、プロに何千万円1億くらい払えるか払えるわけない、スポンサーもついてないだからわけだから、だから夢がなくてこの辺15億円どうするんだ、 BJ リーグの資本化をどうするんだっていうふうな、こんな下のところでくだらん話ばっかりしてるから日本のバスケット発展しないでと、お前らもっと大きな夢を、お前らとは言いませんが、あなたたちはあなたたちはもっと大きな夢を見ろ、だいたい15億で100億200億になるバスケットをなんでこんな矮小化してものを考えてるんだって。だからこの頃ですね、このバスケットボール協会は年間予算約15億円なんですよ。実は1990年 J リーグができた、できる直前のサッカー協会の予算16億円なんですよ。似たようなもんなんですよ。で結局は今サッカー協会、大体200億年間予算、 J リーグ130億、そしてクラブその他入れると大体1100億円のそういう豪華に発展してるわけですね。まだ伸びていくでしょう。それがたった15億円のことで、なんだこのバカ野郎ってね
てな怒りのもとにもう終了が出ましたけど、これからこれからさらに怒りたいとこだったんですけど、ということで血圧が上がらない前に一応は、終了させて、どうもご清聴ありがとうございます。川淵キャプテン、ありがとうございます。先ほどそのチェアマンってお呼びしましょうかと聞いたら、キャプテンがいいということなので、川淵キャプテンということで話を伺いたいと思いますが、先ほどは2015年の3月ぐらいまでの話があったと思うんですが、その続きをもっと聞いてみたいなって気持ちがあるんですが、その後どうなったのか、でそして今どういう状況かについてですね、お話しいただけたらと思いますが、予想通り、まあフィーバーが、外国人と交渉するときですね、例えばチーム数 B リーグはもう12チームがちょうどいい、外人が1人だと、理事の数もものすごく少なくして8人ぐらいにしろとかって言われるでしょ、で普通はもう外人に対してすごくなんとなく聞かなくちゃいかんなと思うけど、僕らは外人慣れしてるからね、それ交渉慣れしてるからサッカーで、で何言ってんだこれこれとかって言うとね、向こうがむしろ認めるんですよ、なるほど、だから全て、我々が思う方向にこう行ったっていうことが大きかったのと、やはり一番初めにですね、やはり多くのクラブに還付金、納付金をね、できるだけ多くしたいということで、スポンサーをどれだけ獲得できるかっていうのはね、もう相当大きな問題だったんですよ。で初めなかなかうまくいかなかったんだけど、もう皆さんご存知のようにソフトバンクさん、孫さんがついていただいて、少なくとも20億ないと、それなりの配布できないなと思ったら、もう倍以上な感じにもなったんでね、そういう意味では初年度としてはかなりいい方向に行けると思うし、そして B リーグが爆発的にスタートすると、やっぱりマスコミが相当報道してもらえるだろうし、試合を見た人たちが、バスケットって意外と面白いんだなと思ってくれるだろうし、そういう意味でこの、その最終的なチーム数を決めて、それからそういうそのオープニングゲームもすでにはもう決まって、そのチームまで決めてあるんですけどもね、でそこに向けてどういうふうにこれから盛り上げていくか、そのやっぱり最大の盛り上げ方が一気呵成にこういけるかいかないかっていうところだと思いますね。だから今のところはもう非常に順調と言えると思います。私実は今年の2月、1月ですね、その、G1 サミットにお越しいただけないかということで、森さんと一緒に ご訪問させていただいて、この話を聞いたんですね。でその話を聞いてものすごい感銘を受けて、で実はその後の流れとして、その BJ リーグとそれから NBL が、要は両方とも解散して一つの団体に入って、それが B リーグとして入って、それ1部2部3部とまさにおっしゃった方向に、試案通りに全てが進んでいって、企業名に関してもその、自主的にどうやらその企業名外す方向に向かっているような感じだと、それからスタジアムに関しても5000人ということが条件であると、それで B1、B2、B3 と選ぶときに、そのいや川淵キャプテンがおっしゃったのは、鹿島アントラーズのような成功事例を出したいと。どうして鹿島アントラーズ成功事例かというと、人口8万人の分野において 4万5千人のところが、東京とか大都市に越して成功しているじゃないかというふうにおっしゃっていて、そういう意味で B リーグにおいてもそういう形の成功事例を出したいというふうにおっしゃって、で結果今現在はその時にはスポンサーが決まって喜んでらっしゃった時期 でそれから今ちょうどその明日が実は僕はNBL と BJ リーグがもうそろそろ今月来月ぐらいに今季が終わって、そうですね、で10月からBJ リーグがスタート、B リーグがスタートするということになるわけですが、私の話を伺った時に、これはバスケこれ来るなと皆さん思うでしょ。川淵キャプテンがリーダーとして難しい、もうずっと新聞報道で聞いた難しい問題を解決してしまって、しかも明確なビジョンに向かって全員がほぼ関係者が納得をして進んでいるということで、僕は実はこれはもうバスケに投資をしようということで、僕は茨城ウロポッツに投資をすることを先ほど決めたわけですが、今日山谷さんが来てるんですが、山谷さんいらっしゃいます、茨城ウロポッツのリーダーですね。で彼と一緒になって今僕は茨城ウロポッツのオーナーになって、4月20日にお金を振り込んで、明日初めてその NBL の最終戦ホームの筑波にまで応援しに行こうということを決めていますが、明日だけ負けられないね、今までだいぶ負けてるけど、いや明日相手が1位のトヨタさんらしいです
茨城ロボッツは最下位で、それから観客動員数も最下位ということで、茨城のブランド名も47都道府県で最下位ということですね。最下位からスタートするということですごい楽しみにしているわけですが、まあ、こういうキャプテンと一緒にね、そういったその B リーグを盛り上げられることを大変嬉しく思ってますが、この中でそういった例えばスポーツチームを持ってらっしゃる方っていらっしゃいます？まず DNA は持ってらっしゃいますね。他ぜひとも、ね、B リーグに参画していただいて、この B リーグ そのこれからの盛り上がりに向けた動きをぜひともみんなで一緒になって進めていけたら幸いだと思ってますし、まあ、僕はベンチャーキャプテンやってることもあって人に投資するんですが、まさに B リーグはこれから川淵キャプテンの下でこれから盛り上がっていくっていうことが明白に結構描けたので、そういう意味でこれからの楽しみにしたいと思いますが、皆さんもよろしくご支援のほど、将来大事ですから。ということでぜひともクジラの映画プロジェクトとともにですね、 B リーグの方を盛り上げていきたいというふうに思いますが、その中でシェアキャプテンにですねご質問させていただきたいのが、そういったその、まあ、信念を持ちながら適切な行動をとって、でその中で、まあ、いろんなこう難しいこうその関係者をうまいことをまとめていったんですが、何が成功事例か、どうやってそれがうまくいったのかという、リーダーとしてどう考えていらっしゃるかというのは何かあったら教えていただきたいんですが、基本的に有無を言わさずってところがなくちゃね、大体皆さんの意見どうですか、これに対してどう思いますかなんて言ってたんじゃもう時間がないわけですよ、うん、で大体ろくな意見がない、そういう場合はだって経験ないんだから、で今までやってきたこともろくなことやってないんだよね。だからやっぱり自分が過去やってきたその中からこういうふうにやれば絶対にうまくいくなっていう、さっきの市長に話さえすれば、これはやっぱホームクラブとして首長が認めれば8割は OK ですよというのは僕なりの経験から全部分かってることですね。でそういうようなことのこうやればこうなるっていう、そういう具体例を何個ぐらい出したかな。でそれが全部初めにみんな反発をしてたんだけど、やってみれば結構いくなと、で5000人収容のアリーナもなんとあっという間に20までできるってなったんですよ。こんなの絶対にできないってみんな言ったんですよ。だから絶対っていうことはないんですよね、世の中。だからそういう意味ではやはりこういうふうにやればこういくとか、ただこういう5000人のアリーナを作れって言っただけではやっぱり手段手法が分かんないから、それに対して過去の例から言うと、ここにこういうふうにアプローチしていけば大体大丈夫だよっていうことをやっぱり監督を教えてあげると、そういうふうに動き出すと物事が動き出すということが分かるということですよね。そこが一番大事なことだと思いますよ。そうですね、今、先週もその山谷さんが水戸市長に会って5000人収容のスタジアムを作る方向で今話が向かってますんで、しかもアリーナもきちんとした体育館ではなくアリーナとしてプロが使える方向に持っていこうと今話をしている最中で、まあ市長を見てらっしゃったらぜひともお願いしますということで頭を下げているわけですが、あと県知事も含めてよろしくお願いしますということです。まあそういう意味でみんなが盛り上げていく形になっていけば、そういう運動論というのはうまくいくと思うんですが、その中でこう一番大事にしていらっしゃるもの、例えばそういうリーダーとしてこれ難しい中においてもこれだけは絶対私は譲らないとか、そういったものがあったら教えていただけないんですか。やっぱり自分として持っている自信というか信念というか確信というか、でそういったものがやっぱりこの自分のこう体の一部となっているというのか、そういうものがない限りやっぱりいろんなその都度こう揺るいでしまうようなことではダメですよね。そしていろんな問題があった時に心配そうな顔をするんじゃなくて、任せなさい大丈夫だからと言えるぐらいのやっぱり度胸もそこには持ってなくちゃいけないんで、あんまりそのグラグラすると周りが心配してかえっていい方向に進めない場合もあるんで、自分としてはここはちょっと辛抱しどきだなと思った時もできるだけ泰然自若とするように気をつけてますね。しかし今回のバスケットボールに関してはもうほとんど何も心配してなかったですね。やりゃできるに決まってるじゃないかっていう、だからそれはやはり多くの人が、それはやっぱ多くの人が僕の言うことに対して反論する余地はないんじゃないのというぐらいの自信があったからだと思いますね、まあ、そういう意味でそういう、まあ、J リーグでの経験が大きかった、大きかったですね、やはり、そういう意味で B リーグにおいて何をすべきかということが認識できていて、それを実行できればいいという形が大きかったということですね。その際にこの今回その B リーグの再建にあたって
何人ぐらい B リーグ、J リーグからあるいはそういったチームとして持っていらっしゃったのか、そういったなんか組織体制に関してちょっとお伺いできたらと思うんですが、やっぱり番頭というか自分の片腕になる人がいないと、どんないいアイデアを出したってそれを下で消化して、うん、よりその噛んで含んだような感じで下にこう知らしめる情報収集できるっていう、そういうふうな能力を持った人がいない限りやっぱりうまくいかないですよね、うん、で幸いにして僕の場合にはそういう人が周りにいっぱいいたっていうことと、そしてともかく各競技団体はサッカー協会に限らずバスケットボールもハンドボール、今ハンドボールやってますけどね、ホッケーもバレーも全部ね、もうガバナンスが本当にダメ、もうひどいですよそれは。で今度ね、そのバスケットボール協会に入ってフィーバーから、バスケットボール協会のガバナンスが悪いからリーグが2つできたし、いろんなそのリーグの統合もできなかったし、いろんなことに関して全くできてないっていうのは、ちゃんと定款があるからちゃんと人さえおれば、そんなのは誰だってほっといたってできるなと思ってたら、兄はからんや、もうひどいんですよ。でサッカー協会も J リーグができて、でお金が潤沢にあって人がすごく増えて、で僕が会長になった時は任意団体みたいなもんでね、その採用の仕方も人事の採用の仕方も5通りぐらいあったり、経理のそういう整理の仕方もまちまちで、もうひどかったですね。でそれはやっぱりそういうことをきちんとできる、まあ優秀な銀行マンを呼んできて、それを全部整理させたことでサッカー協会がちゃんとした組織になったんですね。でこれはそうだからサッカー協会は今みんなの競技団体に模範になってるんだけど、ありとあらゆる競技団体ほぼ多分ダメですね、うん、そういうのでは。 B リーグには何人ぐらい、 B リーグは今20人ぐらいいますし、これはもう、うん、J リーグから何人ぐらい、例えば J リーグからは2人か、まあ、うん、ともかく主なそのオーカーっていうのが1人入ってますからね、うんうん、これさえいればあとはいろいろあんまり引っこ抜くっていうのも迷惑かけちゃうから、うんうん、いい人材をいかに取っていくか、だから今 B リーグに入ってる人材は若手のなんていうかそういう夢を持ってきてるあれですから、昔からいるバスケットボール協会のそういった悪いけど職員とはちょっと違うですね、うん、趣が、うん、だからまあそういう意味ではそういうことに刺激を受けてどんどん新しいことに挑戦していってもらいたいと思うし、うん、今事務所も変わってすごく、バスケットボール協会のその職員もやる気を持ってやってくれてるんで、そこに新しい人事も入ってますからね、うん、だからそういう意味ではすごく活性化してますね、うん、楽しみですね。でも一方ではそのスポーツ協会に関するガバナンスが良くないということが、実は G1 サミットでもそういった議論もしたことがあって、もう相当ひどいということが、まあ冬のスポーツが始まっていろいろとまあ議論に上がってきたわけですが、一方で世界の FIFA にしてもそのガバナンスが問題だとおっしゃっていましたが、世界もそういうことを考えた場合、やっぱり構造的なも何なんでしょうね、このそのスポーツ協会のガバナンスの問題点。もうやっぱりね、 FIFA はもう金まみれというかお金がいっぱいありすぎてね、もう本当にいくら取ったって分からない、ブラッターは何億もらってるだろうって言ったら、最近のあれでは4億くらいもらったらしいんですけどね、それだけもらってどう使ったのか知らないけども、まあ離婚は3回ぐらいしたらしいんだけど、もうともかく、まあアベランジェっていうそのブラジルの会長がお金で各国の票を買って、で1974年にサー・スタンレー・ラウスというイングランドの会長と変わって会長になった、そこからそういうお金関係の動きが出てきたんですよ。でまあスタンレー・ラウスはスタンレー・ラウスじゃなくて、アベランジェは、サッカーの普及に、まあ、アジア・アフリカなんかに本当にそれ大きな貢献はしてるけど、こう今金まみれになった端緒は彼ですね。だからそういうことがどこも修正引かずに、僕らは DFA でいろんな話してても本当にこのおっさん金ばっかり要求しやがるなっていうのがざらにいたんですよ。で今度マフィアの親分みたいなばっかりいるようなっていう、まあ、そういう意味ではね、その頃からやはり僕らとしても問題したんだけど、そういうことを強制する自浄作用っていうか、そういうのは全く働かずに今まで来たということですね。だから僕に言わせれば本当に良かったということですね、これは本当に良かったって、分かりました。残り18分ということですが、皆さん今日の G1 ベンチ最後のセッションですが、ご質問があれば、まず1問ですね、2問じゃ加藤さんからですね。
瀬戸内海放送の加藤と申します。当社も10年ぐらい 前男子のゴルフツアーをやってたので、まあ、そんな関係でヨーロッパのゴルフツアーとか人とお話してですね、であそこうまくいってるなと思ったのは、そのいわゆるゴルフ界でプロだった人とかは、まあ、理事会を構成していて、でマネジメントサイドは、まあ、プロの経営者を雇って、やってもらうということで、まあ、例えばトーナメントの共通運営にかかる共通のコンピューターとか、ロープとかそういうものはコストダウンしていくとかですね、あるいは成長地域であるアジアに対してヨーロッパツアーを売り込んでいくとかマーケティングしていくとか、そういうことはプロのマネジメントチームがやってると。でそれはまあいい仕組みだなと思ったんですけど、まあ日本の風土、これから日本の風土の中でですね、そういうマネジメントの部分とその理念とかビジョンをしっかり守っていくっていうのを両立させていくために、まあ何が必要かと、あるいはすでにもうそういう取り組みがあるのかもしれませんけど、その後あるいは教えていただければと思います。僕の考え方、理念なくしてそういうスポーツ活動なしということですよね。まあ、Gリーグの理念っていうのは3つあって、1つはサッカーの普及促進、水準向上、技術向上って、これはまあ当たり前の話で、2つがですね、豊かなスポーツ文化の創造と、うん、国民の心身の健全な発達への寄与ってなんですよ。これが J リーグの肝 で、うん、で3番目は国際交流親善、これはまあサッカーやってれば1番と3番は誰だってやれるんだけど、国民の心身の健全な発達への寄与、豊かなスポーツ文化の振興とっていうのはですね、日本全国に老若男女誰でもがそこに行けば自分の好きなスポーツをそれぞれの能力に応じた指導者がいて、スポーツを楽しめる場所を日本全国に作りましょうよ、そのために J リーグのクラブが中心になってやりますよというのがこの J リーグのこの理念なんですね。だからこそ日本全国に J リーグのクラブをどれか100個ぐらい作らなきゃいかんよということを僕は23年24年前に言ってるんですけどね。でそのことの理念を、まあ、本当に今の経営者がちゃんと認識してるかどうかっていうところも疑問の点もなくはないんだけど、まあ、全体的に言えばそういうことが理解していただいてるから、地方自治体がですね、うちの町に J リーグのクラブをと組長さんが思ってくれてるっていうのは、そういうことを理解してもらってるからじゃないかなと思うんですよね。でこの BJ リーグなに関して言えば、何のためにバスケットのプロのクラブを持ってんの、外人だけをその中心選手にして、日本人がそんな大したレベルじゃない、そっちは感情に入れずにエンターテインメントやって、それどういう価値があるのこれは。で、ね、もう BJ リーグに疑問だらけですよ。持つ値打ちがあるのかないだろうと。それなら外人だけ呼んでそのプロのバスケットボールリーグ作っていけばいいじゃないか。地域社会のために子どもたちがスポーツを今本当にどんどんやらなくなっている、そういう中で、そういう子どもたちにスポーツの楽しさを教え、それで地域社会の中にいろんな活動に参加し、ボランティア活動をしっていうようなことをクラブ通じてやっていこうっていうことがあって初めて成功するんでね。そういう理念がなくて、お前なんだと。だから今度 の B クラブに入るには理念をちゃんと前出せって。でそれがない、ほとんどないですよ、なかった。だからもうね、もうアホかって話ですね。僕の話ですよ、本当に、うん、本当に。他のあたか、杉本さん以外は。杉本さん、はい、ありがとうございました。ちょっとシンプルな質問なんですけど、サッカーが始まるときにドイツを目指してるんだみたいなことがはっきりおっしゃられていて、J リーグが始まるワクワク感と、あ、未来がこういうふうに目指されてるんだなとはっきりよく分かりました。バスケットはなんかどこの国のとか、どういうリーグを目指しているかみたいなものがあればちょっと教えてください。バスケットボールはね、全然研究は足りない。僕は前から言ったんだけど、バスケットボールがアジアで一番人気あるのはフィリピンですよね。でフィリピンそこそこ強い、まあ賭けもいろいろあるけど、でもフィリピンのバスケットボールリーグはどういうふうにしてフィリピンの中で人気があるのか。それ昔からまあバスケットボールは僕らの時代からも人気ありましたけど、そういうことをもっと勉強せよと。それから背の高さがいらないから日本はなかなか国際試合で勝てないんだ。うちはアルゼンチンはどうなの。アルゼンチンはほとんど日本人と同じような背丈で、アルゼンチンなりのその技術で戦術でもって世界の中で戦っている。
日本のバスケットは何を狙ってんだ、その指導者の話を聞くと、できるだけ背の高い選手をその日本の国籍にしてくれっていうのが結構多いんですよ。バカかっていう、本当になんで日本人今いる選手をその日本のやり方として、それはもう動きの量だとかパスワークだとか守備の力だといっぱいありますよ、やることがいっぱい。女子はそういうことをある程度やれてるんですよね。男子は正直言ってあまりやれてない。だから今の日本のバスケットボールがどういう方向に行くことによって世界レベルになるのかっていう、そういう方向性を一切示してない。だから協会のもうそれは本当にもう不勉強そのものですね。だからそういうことも含めて協会のガバナンス、そういうことをもう全てなってないというのはそういう意味なんです。なるほど。野田さん以外もう一方、下前か、じゃあ野田さんじゃあ先。はい、PGC ジャパンの野田と申します。お話ありがとうございました。僕自身15年バスケットボールをやってましてですね、今回あの予選に参加できることにすごく嬉しく思ってますし、B リーグを応援したいと思います。あの本当にご尽力ありがとうございました。あの一ファンとしてお礼を申し上げます。あの質問なんですけど、ガバナンスの件でちょっと聞きたくてですね、その自助作用が全然働いてないんだということを、そのグローバル の, そのトップでもそうだったと、でその日本の機関もまあそういう意味ではそうだったと。でやっぱり僕たちその今日 G1 ベンチャーというところでベンチャー企業家がたくさん集まっているんですけれど、その会社が大きくなっていく中でいろんな人間がどんどん増えていく中で、どうやってそのリーダーシップを持ちながらその自助努力をですね、その自助作用を会社の中でそのリーダーが、ガバナンス化してグリップしていけるのかっていうのをですね、まあキャプテン の, その考えというのをぜひ聞かせていただければなと思います。ボトムアップができてない組織にボトムアップしようって言ったってそれはもう絶対無理ですね、僕の経験から言うと。でもう J リーグ作った時はやっぱりトップダウンなんですよ。でトップダウンでこうしろああしろって言った時に、下がいやこれはこうでこうなんですけど、ああそうかそれもいいな、じゃあそれやれるっていうことを認めてもらえるっていうことが分かったら、ボトムアップものすごく出てくるんですね。でまあ一番大きな例ではですね、まあ、心のこのプロジェクト夢の教室っていうのはもうできて7年か8年になって、僕が会長の時にこれ命令して、子どもたちに夢と希望と感動を与える、あるいは人間的にその立派に成長していくためにどうしたらいいか、サッカーの技術だけ教えてるけど精神的なものを教えてないじゃないか、それを考えろって言って、その広報課長広報部長に命令したんですね。しかし具体的に僕もそのアイデアがどうしたらいいかっていうのはあんまり分からなかった。ただまあ今の会長になった田島がもう1年ぐらいかかって、いろんな人、サッカー協会の中だけではなくて教育者もエージェントの人みんな含めてそのことをいろいろ会議して、1年目に田島がその夢というものをその一つの起点にして、その夢を達成させるために、夢をともかく叶えるためにどう努力するのか、それを挫折した時にどう立ち直ろうかっていうのを、一流の選手 OB あるいはそういった現役を含めて子どもたちに語り継いでいくのはどうだろうかっていうことで、最終的にそれに決まったんですね。で僕がこうやれって言ったことに対するものすごくいいボトムアップがあって、今年間2000回ぐらいやってるんです、全国で。これはでこれも高く評価されてるんですね、立派なカリキュラムで。でこれも僕がこういうことをやれって言ったけど、実際は中身についてどうしていいのかちょっと分かんない、フェアプレーを教えろったって、どうフェアプレーの精神を子どもたちに伝えていくのかっていうのは全く自分でも分かんなかった。それを多くの人が、部下がいろんなことを考えた結果素晴らしい答えを出してくれた。これがなかったら、トップダウンがなかったら、そしてこのボトムアップがなかったら、このプロジェクトは絶対に成立しなかった。だからそんな関係がこうできていくのが一番いいというふうに思いますね。今野さんかな、今野さんと、あとどなたか大丈夫、今野さんと大塚さんか。
アイレプの近藤でございます。私もちょっとバスケットやってた関係で今回2部 の, 東京アスリート東京のスポンサーやらせていただくことになってるんですが、よろしくお願いします。やはり今回地域とかその行政との連携をもう少し進めないとなかなかうまくいかないんじゃないかなというふうに個人的に思ってるんですが、ここのあたりはそのサッカーの時と違うのか、それとも同じような形で進むのかっていうのをもし何か今動きがあれば教えていただきたいなと思っています。いや、それはもうね、全く同じですね。でやはり今、地域創生ということを言われていて、でサッカー野球とかっていうのは、シーズンはだいたい10月11月で終わるんですけども、サッカーの場合1月まで行くけどもやっぱりバスケットボールは冬場ですよね。だから冬場みんながシーズンオフになった時に脚光を浴びる。今は脚光を浴びてないんですよ、本当に2つのリーグになってて結果が乗るだけなんですね。こんなバカなスポーツニュースにほとんど出ない、そんな情けない低たらくを突破するためにはやっぱりその地域社会でいろんな貢献をしていく、でやっぱり行政サイドの支援を得る。で行政サイドのトップはですね、今こういうことで地元のプロリーグプロチームを応援しようという、もう気風に全国になってますね。で今回、バスケットボール、サッカーの各地域ごとの応援団というのがあるんですよね。で今度バスケットも作るって言ってましたから、そういう意味ではそういう行政サイドを中心にこれはどんどん発展していくと思うんで、そことのコミュニケーションはもう絶対必要なことです。ぜひよろしくお願いします。大塚さん以外どなたかいます？じゃあ万野さん、じゃあ大塚さん万野さんどうぞ。じゃあレディーファースト先に、はい、どうぞ。ノンストレスの番野です。今日はありがとうございます。G1 ベンチャーにどうしていらっしゃったのかなというふうに思ったんですけど今日分かりました。やはりリーダーというのはそういったカオスの中でやっぱ強烈なリーダーシップを発揮すべきだと、そういうお手本のような方だというふうに思いました。で怒りも厳正になっていらっしゃると思いますけれども、ご自分自身を振り返ってリーダーシップ、ご自分のリーダーシップっていうのは変遷なさってこられましたか？というのは先ほどおっしゃっていらっしゃった中に、トップダウンだけではなく、やはりいい意見はどんどん吸い上げるというお話もなさってたので、ちょっとそのあたりをお聞きしたいんです。世のため人のためっていうのは今僕の一番の中心ですよね、ものを考えたので。そのもうちょっと10年20年ぐらい前もそういうことを第一優先に考えたかっていうと必ずしもそうじゃない。で今この前坂谷太さん、今の若者は三内だと、三内夢がない、やる気がない、あとは何だっけ、なんとかがない、なんか言ってましたね、まあいいですよ、まあなんでもない。要するに夢がない、やる気がない、なんとかないでしょ。で僕は欲が無理、私利私欲がないとかって言ってたのは全然違うなってね。やっぱ欲ないと、その例えば部長になりたい、僕はこの課長、古川電工の本社の課長になりたいと思ったら、古川電工の本社の課長ものすごい椅子に座ったんですよ当時。あの椅子に座りたいなっていやだから今はね、そういう意味ではね、そういう夢もないよね。課長部長になったらなんか一生懸命仕事しなきゃならない、だから課長部長になりたくねえなと思う人の方が多いって言うんだけど、僕の課長になりたい第一の夢はこんなボロな椅子じゃなくてね、ボロったこれ本当に立派な椅子だった丸の内の。だからね、その夢ってそういうとこもあるし、やっぱり私利私欲っていうのがないとやっぱ上には進まないから、私利私欲なくなんていうのは間違いだなと最近ちょっと気がついたんですよ。でもそういうものが年とともにだんだん小さくなっていくんでね、だから年相応にそういうことは精査、そういうのがすり向けてじゃないか、どういう表現は最近言葉は出ないですけど、僕自身の中でもいろいろ変わってきてるけど、今は何でもともかく頼まれたら何でも受けてやろうじゃないかっていう感じですね。で失敗を恐れない、失敗するなんてことを考えたことがない。今回のことも自分は失敗するかななんて思ったことは一回もないですよ。でそれは失敗するかも分かりませんよ、自分がそう思ってるだけで。ただそう思う自信、そう思うためのいろんな下調べなり何なりは十分この日本中で俺ほど真剣にバスケットを持ってるやつが誰がいるんだと思ってましたからね。それはそのみんなが集めてやってる時に、俺に勝てるやついるのかって、いるわけねえなっていう。
だからそれぐらいの自信を持てるぐらい自分内にこう精査してそういう場に立てば、それこそ自信満々な発言につながるし、弱気なことはほとんど言わないし、僕はもう昔からどうですかね、どっちかななんていうことはずっとなかったようです。だからまあそれではもう一途な、当たり外れはどうであれ、うちの奥さん当たりましたけど一途というかそういう感じですかね。川淵キャプテン、残り30秒ということですが、はい、日本を変えていく、世界を引っ張っていくリーダーがこの場から出てくるということを考えていますが、うん、その人たちに対するメッセージを最後お願いします。やっぱりね、自分で信ずるものをどれだけしっかり腹の中に持てるかということに尽きるんじゃないですかね、うん、もうそれが全てだと思いますよ、うん、やっぱり人の意見を聞いてどうの、あれ見たらそうだなこうだなとか言ってその都度動いてるようじゃそれはもうリーダーにはなれない、うん、やっぱり自分にしっかりしたものを持ってて、それの周辺で枝葉は変わることあったって幹は変わらない、うんうん、しっかりした幹をいかに自分として育てていけるか、そこが全てだと思います。皆さん、川淵キャプテンに盛大な拍手をお願いします。